背番号もあのねお前が決めろって、もう全て私ですもん。だからうちも夜の2時3時までは、でその時は、巨人60周年とか、なんか60番が空いてます、そして、篠塚さんの6番は絶対うちでは取れませんと、番号はっきり、他の空いてる番号ありませんかと言って、60周年記念の60番あとは何番って言ってたね、うんうん、長嶋さんの3番つけるかという話までは出てきてたよこれは最初に理由ってありますか、60番で決めたっていうのは。60代の60周年だから60代の4番バッターだったかなんとかっていう、どっちかだったと思うよ。でも本当にまあそれ決まって、うん、まあ家族で本当に東京に行けたので、それはそれで良かったですよね。良かったですよね。だからやっぱり先頭を切る、いろんな意味で先頭を切る落合博満は、まあ大変なところを抜けてきてるなって、後押しするのは私だなってことを実感しましたね。どうかオレレオチャンネルをよろしくお願いいたします。見て登録してください。